ぶつかるかもしれないし、ギリギリ衛星になるかもしれない。ちょっと、あ、回る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 。ああ、ちょっと。要するに宇宙から見た流れ星、まあ地球に何か入っていくもの、ね、そうそう、流れ星ってモードなんかあるのかしら。モードはないんですが、モードはない。例えば水星とか、はい、こういうちっちゃい星を、発射することはできるので、はい、例えばハレー彗星とかが地球に近づいた時の様子とか、あ、見たい見たい。おハレー彗星、そうね、ハレー彗星1986年の2月だね、接近したのが。さすがに。あった。あ、86年のハレー彗星。うん。あ、来た来た。来た。来た。これだ。これですね、これですね。そうそう、これ。来てますね。これちゃんと音が出るのかな？近づくと。はい。音がある。なるほど。あ、まだ音がない。あ、何もないんだ。これの塊だけだ。はい。これ何かあったんですか？彗星はもともとは氷とよく汚れた雪だるまって言われるんですけれどもね、そういうものが、確かにそんな感じだ、はい、でこれが太陽に近づくと表面が溶けてこうイオンとか塵とかが出てきて尾になるので、太陽に近づかないと尾が伸びないんですよ。じゃあ今から時間を進めてみようと思います、はい、うん、ちょっと早いんでちょっと遅くして、うん、はい、ちゃんと自転してもね、偉いね、偉い近づいてってます、太陽に。なんか出てだいぶ遠いな。まだ遠いですね、これ木星の内側に入ってこないと、うん、残念ながら尾が出ないので、うん、冷たすぎて、うんうん、溶けないですね、うん、溶けない、うん、今入りました、中にもう中に入りました。やっぱ尾が出ないね。そうですね、このままぐるぐるって、本当だ、出ないね、うん、そこまでは。本来はこれが尾が出る、尾が出るんです、はい、ちょうど太陽と逆向きに出るんですよ、うん、で尾が出て、尾が出るようになると、はい、氷の表面から蒸発したガスが噴き出すので、はい、ハレーの軌道が変わるんですよ。あ、うん、だから毎回毎回戻ってくるたびに、うん、ガスを噴き出しているので軌道がちょっとずつこう変わっていくのね、うん、でその原理を利用して、うん、遠い将来地球に小惑星のような氷惑星みたいなかけらみたいなのが近づいてきた時にはその表面を蒸発させて軌道を変えようかっていろんなこう方法を今考えてるのね。そのうちの一つの方法は太陽の熱を使ってこう、はい、表面を蒸発させて軌道を変えようかとか、はい、鏡で当てるみたいなことですか。なんか要するに、太陽光を吸収しやすいような物質をこう表面に撒くとか、あ、なんかいろんな方法で軌道を変える、回避する方法を考えるという今いろんなアイデアを出してるんですよ、ね、そうか。じゃあ最初になんかお話ししてた温度を上げると軌道が変わっちゃうみたいな話、実際その地球を守るために使われてる考え方っていう、要するに、温度を上げると何が起きるかっていうと赤外線が出てくるんですね、はい、その赤外線が押すんですよ、その天体をわずかながら、はい、でももう皆さんよく知ってますよね、はやぶさがイオンエンジンのあんなわずかな力でも軌道が変わるっていうのは、はい、宇宙空間では無重力だからもうほんのちっちゃな力でも衛星を押すんですよね。だいぶ動かせるとそれで、確かに色は綺麗になった、色は少し綺麗になった、うん、綺麗になりましたね、はい、温度は。ただ尾が出てほしかったな。出てほしかったですね。尾は、そうですね、出てないですね。水星だからね、出ないとね。うん、ゲーム制作者に依頼したいね。バージョンアップしてほしい。はい、そうですね。とてもよくできてるけど。土星の場と細かいカレーのね。カレーのね。これセドナっていう星があって、セドナね、でこれなんか、はい、なんか今軌道を見てるんですけど、めちゃくちゃでかいんですけど、ね。あ、そうね。これは何人かを中心に回ってるんですか。あ、太陽の中心回ってます。これ、こんな離れても太陽の影響、太陽の中心回ってます、それこそ彗星もこんなような結構すごく超楕円形の軌道なんですね。それ理由があるんですか。彗星は割と遠方からやってくるんですよ、はい、太陽系の外側に、はいはい、カイパーベルトっていうのがあって、さらに
あのオールトの雲って呼ばれているなんか彗星のふるさとっていうところがあって、そこから来るというふうに考えられているので、割と、ね、遠くからやってくる。あのシューメーカーレビーが木星に衝突したっていうのが下にあるね。見たい。あれのシミュレーションみたいな。これですか。はい、はい、あのこれは以前その彗星が、木星ってとってもやっぱり大きな天体なので、はい、木星の方にどんどんとこう軌道が変わって最終的に衝突するんですよ。でその様子はあの地球から天体望遠鏡で見られたんですね。あの木星の表面に大きく、これ時間を動かす、これ衝突するって言ったの日本人なんですよ、うん、あ予測したのが、中野修一という軌道計算家と、はい、私と共同で計算して、はい、それでぶつかるんじゃないのかなって相談してて、はい、で偉い先生に相談したら、いやこういうものはね、大変なことなんだから、ちゃんとしっかり計算確かめてからじゃないと公表するもんじゃないって言うと怒られて、で2人で全く別にプログラム組んで、要するに中野氏は中野氏で組んで、はい、私は私で組んで、2人で、うん、別の方法で結果出して付き合わせたら、はい、ピタッとあった。これはもう間違いがないだろう。間違いない。それで中野修一さんが国際的な IAU に報告出して、でそれで世界にこう連絡をして、世界中の天文台がその時木星に全部向くようにスケジュールを全部調整するということをやったんです、ね、で衝突したんですね。もうじゃあそれをこれから見ようと思います。見ましょう。歴史的な事実。木星に注目した方がいいですかね、これ、うん、木星に注目した方がいいですかね、これ、うん、そうです。で角度的にはこっちの方がいいですね。もともと1個の彗星が木星に近づきすぎてバラバラに壊れて、で今破片になってるわけ、今なってますね。うわ超面白い。いま す, でこれが順番にどんどんどんとこう突っ込んでいくわけね、うん、で時間を回します。あこれはオンあるんだね。ありますね。あります、ね、うん、ああ来た来た来た。おおどん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 、うわうわうわ気持ちいい、うん、こういうカーテンみたい。徐々に今開いてる状態、開いてる状態。わわわわわわわ、こんなたくさんの感じ。そうそう、全部で23個。23、これ全部消えちゃったんですか。あもう消滅しました、はい、木星のところで、はい、ただこの木星ガスのね惑星なので、うん、表面にその跡がこう残って見えたんですよね、しばらく。でこの事件を経験したことによって地球にもいつの日にかこんなことが起こることにならないように今から監視体制を強めようということで、地球に近づく小惑星を観測するという計画が世界中でスタートするんですね。そのきっかけになるんです。うわ村松さん、ちょっとだいぶ世界動かしてますね。動かしてますよ。私が動かした時代で、私はただ計算をサポートしただけなんだけど、すごい。ただこの彗星が木星にぶつかったっていう事実が、やっぱり世界に警鐘を鳴らしたって言ってもいい、ね、あり得るぞと。ありうるぞ。これがもし地球だったら大変だぞという。地球に23個彗星ぶつかったらどうなるんですか。確かにこれ今ぶつかった瞬間なんですけど、よくわかんないけども穴が開くんですよ、うん、要するに木星の表面はメタンの雲なんで、でそこにこう突っ込むと大爆発が起きて、その部分が蒸発してなくなるので、木星大気の奥の方が見えるんですね。その奥は光が当たってないので暗いんですよ。だから黒っぽいこう渦のようなものが、ね、穴がずっと、でもそれはやがて塞がっちゃうんだけどね、うんうんうん、でもその観測してた時にこれとんでもないエネルギーだよと、うんうん、その水爆のもう何百万倍というようなエネルギーだよってことで、これがもし地球だったらどうなってくるということで、こうだいぶこう、ね、世界中の関心がその地球に近づく危ない天体を探そうということに
向くんだね。それこそ地球は、まあ、昔彗星かどうかは分からないですけれども、あの隕石衝突によって恐竜が絶滅してしまったっていう事例がね、あるので、一つでもそうなので、こんなね、こんなのが地球にもう大変なことですよね。でもね、この木星があるおかげで結構地球守られていて、太陽系の中でこれだけ大きな、まあ、重力の天体があると、今のようにですね、あのシューメーカーレビー第9彗星も、あの地球の方に向かう前に木星にこう引き寄せられて、なので割と小さな天体で木星の近くをこう行くものは引き寄せられて木星に落ちているっていう、それで地球が守られてるっていうこともあるみたいな。そういう意味では地球に近づく危ない彗星をこう避けてくれる、重力的にこう避けてくれるガードマンなんですね。月もそう、月も地球に近づく危ないやつをあの自分の体でこうバーンと受けてくれて、だからあんなにクレーターいっぱいあるんですよ。じゃあ、あれは頑張った勲章なんですね。そうだそうだ、かっこいいな、感謝しなきゃな。月のクレーターをこう望遠鏡で見るためにありがとねありがとね、言わないとお悔やみ申し上げます本当だったらね、ぶつかんだけどそのままこう回り続けてた星がたまたま月にぶつかってね、そのままなくなっちゃうわけだから、だから我々は月とか木星とかっていったものに守られてると。だから私たちはいつも星空に関心を持たなければいけないと思ってるわけね。なるほど守護神だからね。それで月があった。じゃあ、うわ、そうね、綺麗、ね、めちゃくちゃ被弾してるそうそう、だからもうこれがね、名誉のあれなんです、傷なんですよ、これがね。ちょっと裏側も見せてもらっていいですか。はいはい、あの要するに黒く見えてる海のところが私たちよく見てるところなんですけど、裏側の方が結構受け止めてる側なので、クレーターがいっぱいあるんですよね。あ、細かい点々いっぱいありますね、うん、はい、逆に海がね、こっちはあんまりないんですよ。めっちゃ頑張ってるけど、頑張ってるアピールをしない謙虚な人みたいな感じですね本当はこっちの方がだって大きいですもんね、うん、大きい傷がいっぱいよね。まあだから偉いやつなんですよ、こいつは本当で偶然なんですよね、本当に月ができたっていうのは。はあ、これで月が質量もっと大きかったりとかしてもダメだったってことですよね。そうですね、この大きさじゃないと、ちょっとね、それこそなんだろう、おそらくこれで月を重くしたら地球とくっついちゃうんじゃない、うん、あ、そうするとここにいないかもしれないですもんね、うん、月をじゃあ大きくしてみます。うんうんうん、重くしないといけない。うん、質量、今質量が地球の10倍ぐらいになりましたね。うん、あ、そうかそうか。あ、地球がやっぱ寄ってきますね。うん、ああ、地球が月の周りを回り始めるんじゃない？そうか、逆にね。ああ、うん、関係性逆転するんですか。うん、そうそうそう。本当だ、ちょっとやっぱ円描いてますよ。まっすぐじゃないです、ちょっとくるってなって。本当だね、曲がってる。月が多分こうなる、こっち入ってくるから。あ、でもくっついちゃうか。ぶつかるかもしれないし、ギリギリ衛星になるかもしれない。あ、ちょっと危ない。あ、回る回る回る。ああ、当たっちゃった。あ、うん、ってことになっちゃう。ってなっちゃうんですね。うん、はあ。おそらく月が地球を食っちゃったわけね。食っちゃったんですね。うん、で、一つまた大きくなっちゃったっていうことね。うん、あ、破片が。地球の破片が。地球だった。地球だったものが。でも本当のシミュレーションだったらさ、この月の周りにさ、また一つ月ができるんじゃない？あの破片が、破片がね、周りを回って、要するに地球の月ができた時と同じことがもう一回起こるから、なるほど。うん、条件によってはもう一つ月の月が、うん、これの衛星ができるってことですね。うん、月の月が回るということになる。月のこの破片がもう回り出すっていう、うん、そうそうそう、いう可能性もあると。本来それが月だからですもんね。うん、そうね。で、一つじゃないかもしれないですもんね。衛星二つとかになるかもしれないし。そういう意味では面白いね、このシミュレーション。すごいな。で、あのこれもう本当素人目で気になったやつなんですけど、この究極的な太陽系の形というシミュレーションがありまして、うん、でショーン・レイモンドさんという方が、うん、その、まあ、何ですか。
究極の設計された太陽系と呼んでいるものなんですけど、うんうん、まあ、各惑星が地球とちょうど半分の質量だと仮定して、うん、52の惑星で構成された軌道8つ、416の惑星を収められるっていうのを発見したらしいんです。なるほど。で、それによって作ったやつだとこう回転を左右左右と順番にこう繰り返していく各惑星が、うん、こんなことって可能なのかなって。いやね、要するに基本的に、はい、太陽の周りを回っている惑星ができた元は、はい、あの太陽が生まれる時に巨大なこう渦ができていて、でその星を作る材料になるような、まあ、岩石質のものとかあるいは水素のガスとかそういうものが大きな渦を巻いていて、その渦の中心に原始太陽ができて、でその周りに残ってたものが惑星を作る材料になるから、もともとは同じ向きに回転している、そういった運動エネルギーを持っているので、みんな同じ方向に、まあ、普通は回ることになる、ね、そういう、そう、そういう運動エネルギーだから、それに逆行するとなると結構大変、ぐるんと回転の向きが変わってしまうような、そんなこう ことを考えないと、なかなかこういうふうにこう交互にっていうのはならない、うん、ならないですね。ただ木星とか土星の周りを回ってる衛星の中にはちょっと逆行衛星っていうのも含まれていて、それは、うん、土星に後から捕まった、飛んできてで、その方向によって、逆回りになってるっていうものはあるんだけれども、生まれながらにして順行逆行こうね、あれするのは結構なかなか、うん、力学的に大変だなというふうに思います。あれがじゃあ究極って言ってる、だからそういう理由なんですね、うん、全部を理想的に綺麗に回そうと思ったらできないってことなんですね。やっぱりちょっとこれやってみないと分かんないね、計算。本当だ、これ こっち回りですね、こいつ軌道が。この絵は俯瞰して見てるので、だから軌道がこうなんていうかな、傾きが高いと回転の向きが逆に見えたりするんで、はい、ああ、なるほどなるほど、何とも言えないですね、何とも言えないのか、うん、これぐらい近づかないといけないのか、うん、もし見るとしても、うん、そうですね、女性の輪っかはみんな同じ方向、そうですね、はい、基本的にみんな同じ方向は同じ方向で、自転が逆っていうのはありますけれども、でもね、やっぱりこう大きく例えば天の川銀河を見ても、同じ方向に回ってるのは同じなので、うん、その一つ一つの時点がこう逆っていうのはね、うん、あってもそれはだから衝突とかいろんなものによって逆になるっていうのはあるんですけど、うん、大きなところで見ると同じ方向の、そうですね、みんなそうですね、結構ね、運動エネルギーって大きいから、うん、向きを逆にするってのは結構大変、うん、やっぱそうなんだ、うん、想像できないと、うん、でもやっぱり輪が欲しかったなどこまでが輪の中の、うん、かなり、ね、かなりそうですね、輪は、うん、ミマスのこの辺りまで、うん、これぐらい輪が大きい、結構でかいですね、うん、結構でかい、こうまでなんですね、うんうん、その近くまで、本体よりも全然もう何倍も大きいので、うん、そうですね、この辺こういうことですね、本来はそうです、そうです、そうです。で近年この土星のこう輪って氷でできてるんですけれども、それが土星本体にこう落ちているって、まあ、引っ張られてっていうのが分かってきて、これひょっとしたらあと何億年もすると土星の輪ってなくなってしまうのではないかとも言われていて、だから私たちが今あんなに素晴らしい輪を見てるんですけど、それは宇宙の長い歴史の中で今だから見えているのかもしれないですね。基本限定の輪なのかもしれない、うんうん、星に寿命ってあるじゃないですか、はいはい、例えばその太陽系でなくなる可能性のある星たちが、もうこれはもう太陽があと50億年ぐらいすると、はい、だんだんと今水素をヘリウムに変える核融合で今輝いてますけれども、はい、そもそもその水素がだんだんなくなってくると不安定になって、はい、太陽自体がだんだん
大きくこう膨張した赤色巨星という星になって、その時点で結構ねいろいろ、うん、あのもう今の太陽系のモデルが物語の中に50億年後の太陽とかなんかそういうのなかった、うん、50億年後の太陽フィクション、ね、だから太陽の重力によって太陽系の仲間ってみんなそれで動いてるので、うん、太陽自体がなくなってするしまったりするともうあのバラバラになっちゃいますね。中心を失って、うんうん、そうですね、なさそう、なさそうだね、あのただ太陽をなくすことはできるんですが、あその50億年後にこうなくなる、いや太陽なくなると困るでしょう。困る惑星みんな飛んでっちゃうよね、うんうん、そうですね、引っ張るものがないですからね、うん、あじゃあやってみましょう、軌道でやった方がいい、じゃあ消します、ちょっと離れて今こう回ってるんですけど、うん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 、太陽をなくしてしまうと、あ、もうチリチリに、チリチリに、うん、もうみんな、うん、あの買ってきまう放射状にバーンと飛んでっちゃうという、さっきまで丸だと遠心力があったわけですね。まあでも中には木星に捕まって木星が第二の太陽系を作るかもしれないよね。そうですね、木星の重力の及ぼす範囲ぐらいで、まあ、太陽系に比べるとちょっとミニバージョン、ね、しかも木星と土星が回り合う連星になるかもしれないよ。面白い。あテスラは木星の方来ましたね、うんうん、でもねあの惑星なのでね恒星ではないのでそこはもう冷たい、はい、でも木星と土星近づいてない、近づいてますね、うん、やっぱりお互い引っ張り合ってる、引っ張り合ってますね。これは星たちが今その太陽とはまた別の何かにこう向かって、これはもうあの元々持ってた運動エネルギーが、はい、あのパンとあの糸をピッと切るようなもんだからポンと、ね、そのまま放射状に飛んでっちゃうんで、もう遠心力だけで飛んでっちゃってるんで、あなるほどなるほど、このまま飛び続けるか、そうもうこのまま飛び続けますよ、何か大きなものに捕まらなければそのままずっと、この木星と土星がもしかしたら、うん、だからあの太陽系外からやってきた天体なんてのはあのひょっとしたら太陽系に似たような天体が爆発してで質量がボンとなくなっちゃって、それでこうこれと同じような現象で飛んでいっちゃったっていうのなのかもしれないよね。太陽がなくなったらじゃあもう生物は住めないですよね。住めないですね、もう無理でしょうね。土星と木星の今後に期待だな、うん、そうですね。でもなんかお互いまっすぐじゃないですよね、木星がお互い引っ張り合ってるからね。そうですね、だからどっかでは重なるんだろうな、どうかな、でもかなり近づくようになると思いますけどね。これは俯瞰してるから少し角度変えると接近の仕方が分かるかもしれないですね。やっぱり木星に近づいてるのかもしれないね。ああ、うん、交差しちゃうのかな、うん、交差しちゃう、下を通ってっちゃうのかな、うん、ああそうかね、そうみたいです ね、一緒にはならない、一緒にはならないんだね、ちょっと離れすぎてたか、うん、まあ、でもそれでも近づきはしましたね、うん、かなり近づいて、うん、でやっぱり衛星は周りにまとめながら一緒に、うん、これはあの、ね、ほとんど太陽の影響を受けてないんで、うん、衛星はあの木星に支配されてるから、うん、太陽があろうとなかろうと、うん、木星の周りを回り続けることは変わらないんだけれど、従順ですね彼らは。やっぱりね、ういやつらなんですよ、ういやつよの。だいぶ離れちゃいました、ね、離れちゃいましたね、もうだいぶ距離で、うん、やっぱそうですね、これで木星の一人旅が始まるんや、うん、そうですね、あじゃあもう太陽がなくなったらもう二度と彼らが、だから太陽とか地球とか大事だってことがこのシミュレーションを使うと、そうですね、理解できる、うん、だからすごい長いあの時間軸のように永遠のように感じますけど、こうやって見ると私たちがここに生きてるって本当にこう宇宙の中では一瞬で、数々のこういったこう奇跡的な巡り合わせで今ここに生きてるっていうのがすごいよくわかりますね。土星の輪っかもそうですね。そう、うん、でこれはもう残念ながら永遠ではなく確実にあと50億年ぐらいするともうなくなっていく運命になると
ということなので、これ今太陽がなくなったからバーってなってたじゃないですか、はい、その他に太陽以外でなんかなくなっちゃいけない星とかってあるんですか。木星なくなっちゃうと結構大変ですよね。結構やばいんですか、ね、あ、じゃあ木星要するにあのガードマンいなくなっちゃうわけだからね。あ、そうか、日本、あ、そうか、日本じゃない、地球がそう、地球のためにはですね、うん、木星は大事なガードマンなんで、ね、はいはい、月もちょっと困っちゃうかな。あ、そうか、月もそうか、月もあの、はい、海の調節力を生み出して、うんうんうん、ね、なんかそれが月がなくなっちゃうと、ね、やっぱり、ね、まずじゃあ木星をなくしてみます、うん、しかもあれでしょ、イスラムの国はさ、暦の元だから月なくなると困るんじゃない、うんうん、困りますよ。いや日本もいつラマナンなんだっていう、ね、そう、今食っていいのダメなの、今、そうですね、